はい、こんばんは。こんばんは。本日は BBM 女子プロレスカード2024。思いっきり開けていきまーす。思いっきりどうぞ。はい、いきまーす。思いっきり足らん。え？じわっと。俺が思いっきり切れていいから、思いっきり切らない。お、ここに。何それ？何これ？かわいい。うん。アンボックス18パック入りです。切ります。パックが切れなきゃいいの。これが抜きの切り。しゃ、今日は3パックずついきます。狙いは？狙いは特にありません。ちょっとプロレスわからんじゃけどな。あ、サインじゃな。え？あ、違うわ。全然サインじゃない。これは何？ただの白菜？白、うん、白菜によく合うんじゃない。あ、かわいい子見つけた。うん。あ、サインや。サインや。1枚目のサイン。志田選手、こちらは100枚限定です。何個入ったの？サインサイン3枚ぐらいかな。そこにさ、うん、前はもっと入っとったんだけどな。え、減りました。減ったな。まあ、容器入ってるとこがいいとこではあるよな。うん。あ、うん、うん、うん、この写真分けた。まあね、12年前。かわいいぞ、嫁。かわいくね、めっちゃ。直書き？うん。そうなん？すごいな。直書き、これ前から。やっぱ直書きええな。なんか、前回の高級版なんだったんって感じだ。シールだったっけ？うん。あ！わぁ、ええやん。やった！ファーストナンバー。やりました。めっちゃええやん。めっちゃかわいいし。マジか。これめっちゃええやん。サインも大きいし。なあ。絵のゲットしたぞ。白菜いいな。うん。お、アジアコミック。かわいい。生で見たことあるんかいな、プロレス。ないかな。でも生で見たことある、このタイガーマスクと、この相川ゆずきさんぐらいだな。イベント？うん。タイガーマスクは、エキシビジョン？見に行ったの？うん。昔あれよ、うちのジムの興行に出てもらった。うん。もうちょっと太っとったけどな。うん。もう一枚ぐらいある。もう一枚ぐらいあるね。ラスト。ラスト3パック。ちょっとわからないって言ったらな。うん。神福ゆきさん、こちらも100枚限定です。うん、セクシーやなこの人。はい、終わってしまったけど。ほんまや、早かったね。うん。今回のお気に入りはこちらです。顔も俺のタイプ、よかったね。しかも俺の好きなファーストナンバー。うん、最高ですね。うん。花園ももかさん応援するでしょう。うん、でもプロレス見んよね。うん。っていうか、どこで見れる？確かに。ちょっとそれがわからんだけど、どこで見れるんかな。うん。だってテレビで知らないな。プロレスチャンネルとかあるんだろうか。あるんじゃない？有料で。ああ。
たまに夜中しようのしか見れんよな。ああ、あるな。あるある。なんか番組終わった男子のな。うん。それしか見れんよな。見る機会がない。うん。みんな有料で見ようかな。なんかな。ちょっと、わかりません。うん。さよなら。さよなら。お元気で。